ハリポタ研究ゼミへようこそ。今回は映画版ハリポタが原作を超えたシーン5選を解説していきます。一般的にどの作品であっても映画は原作を超えることはないと言われます。確かに映画は原作の内容を削って作られているので、原作派の皆さんには物足りない部分もあったでしょう。しかし映画には映画にしかできない表現で原作を凌駕するシーンを生み出すことができます。今回は映画が原作を超えた瞬間に焦点を当ててみたいと思います。それでは行きましょう。ハーマイオニーのパンチ。映画アズカバンの囚人の衝撃シーンの一つ。原作ではハーマイオニーの平手打ちがマルフォイの横っ面に炸裂し、さらに追撃しようとしたハーマイオニーをロンが慌てて止めるという展開でした。映画ではマルフォイに杖を向け、一別したハーマイオニーが立ち去ろうとしたその時、振り向きざまに美しい右ストレートを顔面に叩き込むという演出になっています。緊張、静寂、一瞬の緩和、そして強烈なパンチという緩急のある演出は映画ならではの見事なワンシーンです。エマ・ワトソンは言うまでもなく、パンチをしっかり顔面で受けたトム・フェルトンの演技も冴える原作を超えた名場面です。三人兄弟の物語、死の秘宝で語られたペベレル家の三人兄弟の物語。映画では物語がアニメーションによって表現されました。影絵をモチーフにしたような表現で、魔法界のおとぎ話が美しく描かれる印象的なシーンです。三つの秘宝はストーリーを理解するのに必要不可欠な要素であり、それを分かりやすく視聴者に説明するため、あのアニメーションは非常に効果的でした。当然原作では全て文字ですから、あのような演出はできません。まさに映画にはできて原作にはできない独自性のあるワンシーンだと言えるでしょう。マクゴナガル先生のセリフ。死の秘宝のホグワーツでの戦いの際、マクゴナガル先生はホグワーツの石像を動かす魔法ピエール・トータム・ロコモーターを使い、その後、この呪文ずっと使ってみたかったんですと微笑みながらつぶやきます。実はこれは映画オリジナルのセリフです。隊列を組んで行進する石像の鈍い足音がホグワーツに迫る危機を表現しつつ、マクゴナガル先生のこの一言が重苦しい展開にちょっとしたユーモアを加えています。隣のモリーの表情も相まって、緊張と緩和が絶妙に混じり合った名シーンです。ダンブルドアとヴォルデモートの決闘。魔法省でのダンブルドアとヴォルデモートの戦いはハリポタシリーズのみならず映画史に残る名場面の一つです。緑と赤の閃光が入り乱れるシーンや、ダンブルドアが水の塊でヴォルデモートを圧倒する場面は原作を凌駕する圧倒的な迫力です。またこのシーンには一切の BGM がなく、その演出がバトルの緊張感をより一層高めています。ハリポタの中でもこの場面が一番好きだという方は多いのではないでしょうか。ドビーの最後の言葉。シリーズの中でもドビーの死は受け入れがたい展開の一つです。原作を読んだ方であれば、様々な場面でハリーを助けたドビーが命を落としてしまう場面は、より一層悲しい出来事として映るでしょう。映画では、美しい場所で友達と一緒にいられて、ドビーは幸せです。ハリー・ポッター。と、つぶやいて息を引き取ります。このセリフは原作にはない映画オリジナルのものです。原作ではただ一言、ハリー・ポッターとだけ囁き、読者にドビーの気持ちを想像させる余白を残した表現となっています。映画のセリフは原作でドビーが最後に伝えたかったことを表現しているように感じられます。ハリーと出会い、生きる意味を見出し、たくさんの友達ができたドビー。彼の死は受け入れがたいですが、死に瀕してなお幸せと言い残したドビーは、きっと安らかに眠ることができたのではないでしょうか。今回のハリポタ研究ゼミは以上です。それではまたお会いしましょう。